はい、こんにちは、スです。今回は丹田っていうワード、結構武道とか武術の動画見たら出てくると思うんですけど、僕の動画でもちょくちょく丹田って何だとか、丹田を作るにはどうすればいいかっていう動画を出てると思うんですけど、じゃあできたってどうやって分かるのっていうところが難しいと思うんですよね。で、単純にできたかどうかを確かめる方法があるので、それを今日は解説します。丹田できてるなって思う方はこうやってあぐらかきます。でもう片方は柔道みたいな感じで立ってこうやってまあ組みます。でこの状態でこっちの人は全力で後ろに押します。で普通のやり方で耐えると、まあこうなるわけですよね。でこれが、ちゃんと丹田ができてるとこうなるわけです。これって、上下の練習とかもやってるんですよ。見たことあるんですよ、はい、ないか、はい、上下の練習とかよくこれ頭とか押さえられたりとかやってる動画とかあると思うんですよね。これがちゃんとできてたらこういう耐えれるっていう、まあ、一つの証拠になると思うんですよね。これやる時の条件なんですけど、自分より体重が軽すぎたりとか力が弱すぎる相手とやったらそれはできるんですよ、誰でも。まあ、幼稚園児とかかかってきたらお父さんとかで普通にできると思うんで、だからなるべく自分と同じぐらいか自分より力がある人とやってできたら、まあ、できたって言えるかなと思うので、まあ、そういうのがまず条件として必要です。今これ80キロ荷重で腕立て伏せしてますね。こんな感じでいつもやってますね。80キロ荷重だと4、50回かな、多分1回の練習でやる感じ。なので、まあ、そういう相手を用意して やるといいと思います。で、ちょっとじゃあそっちが触ってみるか。じゃ今度交代してやってみるんで、よし、ちゃんとやってるのにいいやん。まあ普通だったら止まりますから、まあ、こうならなければ正解ということで、ぜひ、チャレンジしてみてください。 できたっていう人は、まあ、コメントで教えてください。結構すごいと思う。ということで今回これで終わります。ありがとうございました。